んた来なくて楽しいよっひどいこと言ったんだからちょっとあんま変なこと言わないでくれるもし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 マキ、うん、なんかさ YouTube の話してたじゃん。うん、本当に出てくれんのかな大丈夫でしょ使えるとこないんじゃない。使えるとこないんじゃないって何。ちょっと確認してよ本当に大丈夫なの。大丈夫だよ多分。私がどこかまで車で送っていきます。うん、だからどこに行くかこの後。どこでもいいよ。どこがいい。浅草とかのがいいのかな。ああとりあえずじゃあ浅草に行こうか。浅草まで送るのでその間ちょっと私の話し相手になっていただいていいですか。いいよみんな大丈夫本当に出てくれんのね。なんかお茶かなんか飲む。あ今持ってるよコーヒー。持ってる持ってる。うん、ありがとう。駅で言うと浅草なのかな。どこがいいの。どこでもいいよ。こんな感じですけどいいですか。うん、狭い。狭かったらちょっと調整して。デブ扱いしないでくれる。嬉しそうですからさこれみんなしてさてだよさてだよもう暇で失礼します。あー失礼します。うーんコーヒー飲もうと思ったんだけど、コーヒー飲むのと一緒かなと思って。これスタンダードだよ。スタンダードだね。浅草の住民はみんなこうだよ。どうぞお待たせしました。はい。お母さんに似てきたね。ありがとうございます。本当？うん。ひでちゃんに似てきたよ。ひでちゃんに。はい、あれフォロー置いとくよ。はい、あ、じゃあ、通ってますね。一応じゃあ浅草向かいますので、はい、シートベースしてね。はい。よろしくお願いします。はい。ゴーンってぶつけないでね。急にみんな静かになんないでくれる。あ、もうあれですか。撮ってるよ。あら、なそれはまずい。結構運転してるの。運転してる。でもじゃあ電車乗らないでしょ。乗るよ。電車乗りますよ。バスも乗るよ。え、乗り方はどうだ。分かってる。ピッてやるんだよ。知ってるよ。スイカ持って。何年ぶりって感じだよね。20年ぶり。信じられない。前浅草で飲んだ時、飯田に。あなたひどいこと言ったんだよ。酔っ払ってなんか、うん、あんた来なくて楽しいよってひどいこと言ったんだからちょっとあんま変なこと言わないでくれる完全に俺風邪ひいて朦朧な時にそんなことを。あ、そうか、あの時いなかったんだよ。そう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 。あれ、飯田じゃなかったら本当にいじめだもんね。いやいや、俺でもいじめちゃう。愛を込めて言ってるんだよ。いやでもさ、なんか周りにね、こういう話すると小学校、中学生同級生とさ、うん、もう未だに繋がってることをすごい驚かれる。ああ、いや全くもそうだよね。特に女子の方がさ、結婚して、そうだね。みんなやっぱ家庭入っちゃって子供も。そんなにしょっちゅうはあったりしないけど、でもなんかあったらさ、なんか LINE くれたりとかするじゃない？あれ2年の時だっけ？引っ越してきたの。分かりづらいもんね。3年？1年生の終わりかに。なんでこと覚えてないんだ。最初衝撃的だったもんな。目クリックリで外人みたいのが来て。本当懐かしいね、うん、懐かしい。なんか若かったね。まだだって一桁の時だよ。そうだよ一桁の時。10歳には見てない。でも小学校中学校って俺小学校楽しかったな。小学校楽しかったよ、うん、私中学校はなんか先生がちょっと厳しくって。よく正座させられてたよね。懐かしい。そういう時代だったよね、私たちの時は。今では考えられないけど、そんなことがあったよね。ね。いや、みんなあるんだよ。あるよ、それは。私でも、あれすごい覚えてる。なんか、中学校の卒業式の日にさ、私は引っ越しちゃって、中3の3学期だけは確か、電車で通ってたの。通ってたね。なんか、サリン事件が。そう、サリン事件の日だよね。あれすごい覚えてて、1本か2本早かったら合ってたね。そうそうそう、ただ単に時間間違えてただけだったんだけど、着いたらさ、先生とかさ、みんな大丈夫かみたいな感じでさ。卒業式の日だからね。そう中学の時で、それ以外にすげえ、思い出に残ってるのが、うん、あの、修学旅行。中学の修学旅行、あれ一緒の班だった。
一緒の班ですよ、ね、覚えてないでしょ。覚えてる。あなたのせいでずっと喫茶店にいたんですよ、うん、なんで。え